12月25日23時45分になりました。本日も真夜中は雨のお時間です。寒い。今ね、北海道背中に2個張ってようやく暖かくなってきたから録音しようかなってところです。さて、今日はクリスマスということで、いつもとはちょっと違った内容でやっていこうと思います。まずはね、ラジオが終わる頃にはもうクリスマスは終わる頃なので、最初にクリスマスのお話をしていこうと思います。要望でクリスマスっぽい仕様であげてほしいということがあったので、できればきっとそうしてあると思います。いつも通りの音楽だったりサムネ画面になってたら間に合わなかったんだなと思って、潔く諦めてください。はい、で早速なんですが、皆さんクリスマスはいかがお過ごしでしょうか。メリークリスマス。自分に何か買った人、誰かから何かをもらった人、あるいは誰かに何かを与えた人たち、楽しく過ごせているでしょうか。私はというと、これを撮ってるのが12月24日になった朝方ですので、今日ね、行ければちょっとどっか出かけてケーキでも買おうかなと思っておりますが、寒すぎて引きこもりで終わるかもしれません。クリスマスといえば、みんなは何歳までサンタを信じていましたか？私ははっきり記憶はしていないんですが、小学校低学年くらい、3年とか4年ぐらいにはサンタはいないと思いました。でも私一番上の子供で、下に2人妹と弟がいるので、私はサンタがいないと思っても妹や弟はまだ信じてた時代があるわけですよ。なのでその間は私は分かってんだけど、そのシステムに従ってた期間っていうのがあります。で、今日はなんで私がサンタはいないって分かったのか、その時の話について語っていこうかなと。まずクリスマスが近くなると、お父さんお母さんと一緒にみんなで出かけます、買い物に。で、おもちゃ売り場に連れて行かれ、お父さんかお母さんどっちかから、じゃあサンタさんにお願いしたいおもちゃを選びなさいと言われるんですよ。で、まあ、子供なのでこれ欲しいってものを言うじゃないですか。したらね、なんかね、交渉が始まるのよ。いや、お母さんはこっちの方が面白いと思うなとかさ、これなんかどうみたいな。いや、これ欲しいって言ってんじゃんってなるんですよ、私からしたら。なのになぜ説得を試みてくるのかハテナだったんですよ。お父さんとお母さんはサンタさんに選ぶだけの、要は中間の人たちなはずなのに、なぜその人たちが交渉してきたり何か欲しいものを変えさせようとしてくるのか、いまいち分からなくて、とにかくそこの時点でちょっときな臭いなと思ったのが最初のきっかけで、まあ、今思えばというか、中学校ぐらいの時に気づいたんだけど、多分極力安いものにさせようっていう親の作戦なんですよ。あと高い割にすぐ飽きるだろうなって親が見てて思うものはやめさせたいんですよ、多分。だからこれ欲しいって言っても説得が始まるわけですよ。だけど買ってもらえないくらいだったら、欲しいものを変えてでもなんかは買って欲しかったんで、小さいながらに。で、最初はごねるんですよ。いや、でもこっちがいい、こっちの方が絶対欲しい。ね、いや、こっちがいいよ、絶対お父さんこっちの方が楽しいと思うとか言うけど、それをずっと繰り返して、で、私がそれを粘った場合は、分かった、でもそれにしなさいみたいなになり、多分ね、3人いるからお父さんとお母さんで手分けして3人のその交渉に当たってんですよ。まあ、私結婚してないからまあ分かんないけど、多分子供3人に一気におもちゃを買うっていうのは、親としてはかなり大きな出費だったんだと思うんですよ。だってケーキもいるし、その日はジュースも買わないといけないし、親にとってはかなりでかいイベントだったから、極力リーズナブルに済ませたいっていうのが親の心だと思う、今は。でもそんなの分かんないからさ、まあ、とにかく決めました。そしたら今でいうイオンとかララポートみたいな商業施設の中にゲームセンターみたいなあるじゃないですか。で、そこでお父さんと待ってなさいって言われるんですよ。で、何をするかというと、分かった、じゃあ決めたらあのサンタさんに伝えてくるから、ちょっとあっちで待ってよって。で、その間に親がお会計してんだよね、多分。
でいろいろケーキやらなんやら買って帰ります。でトランクにね隠して積んでんの親が。そしたらようやくご飯できたよみんなで食べようねって時になったら、どこからともなく多分うちらがいない間にトランクから出してきて、そのみんなでご飯食べるところにポンポンポンって置いてあるんですよ。うちらが選んだやつが、選んだやつ決めさせられたやつか、まあ、置いてあって、で妹と弟はねまだ信じてるから、うわーサンタさんだみたいな。うちはねあの寝て起きたら枕元にプレゼントが置いてあるシステムじゃなかった。あのクリスマスパーティーのご飯食べるときに置いてあったんです。でえサンタさんいつの間に来たのって言うと、親がサンタさんはさっき来たんだけど、あの今日は忙しいから、サンタさんはあのもうすぐ次行かないといけないからもう行っちゃったって言われて、みたいな。サンタさん会いたかったなって言うと、親がでも多分まだ玄関開ければ見えるところにいるかもしれないから玄関開けてお礼言いなさいって親が言って、私たち3人は玄関を開けてサンタさんありがとうって言わないといけなかったの。それがうちのサンタシステム。それがいつぐらいまで続いたんだろうな。うちはね2個ずつ兄弟が離れてるから、もし弟が6歳まで7歳か小学校1年生まで信じてたとしたら、私はもう小学校高学年だったことになるよね。親もだんだん上の子も大きくなってきたし、やめましょうってなったのかな。もうはっきりいつ終わったっていうのを覚えてないけど、もう最後の何年かはいやもう私はお父さんとお母さんがおもちゃ買ってるって分かってんだけどねと思いながら、サンタさんありがとうっていうのをやってた。それが私のサンタエピソード。もう今はそんなんしないお宅も多いんですかね。お父さんとお母さんからクリスマスプレゼントだよって普通に欲しいもの買ってあげるお宅も多いのかな。あとクリスマスケーキね、最初はホールのケーキを買ったり買ってくれたりしてたんですけど、いちいち親が前もって予約しないせいで、夕方にケーキ屋さんに買いに行くと、すいませんもうクリスマスのケーキなくなりましたって言われることが多くて、結局スーパーで山崎とかが出してる安いやつ2個入って400円ぐらいのやつを人数分買って帰るっていうことが多くて、多分親的にその方が安く済んで助かったんだろうね。それからもうそれになっちゃって、それからもうクリスマスといえばあの山崎のケーキになってしまい、その代わり1人2個ずつとか食べさせてくれんので、その時はまだおばあちゃんがね一緒に住んでたから、うちは6人だったんですよ。で子供たちだけ2個2個2個で、親は1個1個1個。だからお母さんの説明によると、ホール1個だと1人1個ずつになる上に小さいと。だけどこのカットされたケーキを買うんだったら1人2個ずつあなたたちは食べれますよと。でアホやからさ、まだ子供だから味も分かんないし、ケーキなんてどれ食べたって美味しいわけよ。だからじゃあそれにするって言って、クリスマスケーキはあの山崎とかの安い、いや安いのが悪いわけじゃないですよ。親のそういううまいやりくりに私たちはもう流されてクリスマスを過ごしてたっていう思い出があります。まあそれはそれで良かったんだけどね。質より量の時期あるじゃん。でケーキを途中までは食べて、本当はね一気に全部食べれるんだけど、あの冷蔵庫に入れといて、次の日ちょっと硬くなった濃縮された生クリームが大好きだったから、ちょっと残して次の日食べるように大体取ってました。ケーキその場ですぐ食べるような柔らかいクリームも好きなんだけど、冷蔵庫に入れといてちょっと硬くなったクリーム大好きだったんで、私は大体2日に分けてクリスマスケーキ食べてました。そして最近のクリスマス事情といえば、近所にねコンビニがあるんですけど、うちって住宅街の中にあるコンビニなので、ケーキね一応イブと当日箱で置いてあるんですけど、大体残ってんので、それを知ってしまった私は味を占めまして、深夜に行くんですよ。そしたらね半額になってんの。あの大きいケーキ3000円とかのケーキを1500円とかで買える時が多くて、
それを覚えてからはね、いくら一人暮らしといえど日にちを分ければね、ホールケーキなんて余裕なのよ。だからここのお家に住んで何年経つかな、最初の数年はね、その夜中に半額でホールケーキが買えるなんて知らなかったからありつけなくて、でもここ 2,3 年はだいたいイブの夜中とか25日の夜中とかに半額になってないかを観察しに行って、もし半額だったら3000円とかのケーキを一人で4日ぐらいに分けて食べています。でも最近コンビニのケーキもだいぶクオリティが上がってきて、クリームが美味しいケーキが増えましたね。だいたいうまい。でもやっぱりケーキ屋さんのケーキも捨てがたいな。明日もしどこかに出かけられたら美味しいケーキ屋さんのケーキを買おうかなと思います。もちろん深夜にコンビニに行って半額になってないかは今年もやるよ、チェックします。みんながこのラジオを聞く頃はもうクリスマスも終わりの頃だから、イブだろうが何だろうがクリスマスを楽しんだ人もいるのかな。クリスマスデートとか楽しんでるやついねえよな、羨ましすぎるけど。でも個人的にはクリスマスってなんか家族の行事だなっていう感覚が近いです。お正月も寒い時期だからなのかな、恋人と過ごすっていうイメージよりも家族でしっぽり家でやるっていう行事のイメージです。今年のクリスマスどのように過ごしたか何かある方がいたら教えてください。あとサンタクロースを信じてた時期がある方は何歳まで信じていたか、そしてなぜ気づいたのかをコメント欄に書き込みお願いいたします。はい、で私が実家の方に帰ってる間に届いていたお便りで残りの時間は過ごしていこうと思います。今日はねクリスマスっていうことでちょっといつもより尺を長くやっていこうかなという考えでお送りしております。はい、では一つ目のお題、ラジオネームキリン、こんばんは。毎週楽しみに聞いております。さて来週クリスマスですが、自分にプレゼントする方、子供にプレゼントする方、親兄弟彼氏彼女に皆さんお金が飛んでいく時期だと思いますが質問です。過去一番嬉しかったクリスマスプレゼントは何でしたか。送った中でこれは喜ばれたことなどよかったら教えてください。おお、お便りもクリスマス系が来ている、嬉しいですね。過去一番嬉しかったクリスマスプレゼントか、高校出るまでは親にもらってたんだよな。でそこからはお金に余裕がある年は自分で買ってたので、自分で買ってたのはもらって嬉しかったじゃないもんな。となると高校までのところで買ってもらったものだよね。エレクトーンかな。私小学校1年生の頃からヤマハを習っておりまして、最初はねあのキーボードみたいなオルガンでも平気だったんですよ、内容が。だけどだん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 進んでいくにつれて、エレクトーン知らない方いますか。右と左が上の段と下の段になってて、足にも鍵盤がついてる楽器になるんですけど、もうねそれじゃないと練習についていけなくなってたので、そもそもそれだって私から通わせてくれって一生懸命お願いして頼んだので、親は子供がずっとこう熱量高く言ってくるから仕方なく通い始めさせただけなので、その習い事が進んでいくにつれて高価な買い物をしないといけないとか多分最初は考えてなかったと思うんですよ。で最初の頃は足とかの練習も必要なんだけど、家にそれがないからキーボードみたいなので練習して通ってたけど、もう本当についていけなくなって、でもちろんそれはさっきのサンタのプレゼントの話でも言ったんですけど、まだお金の価値とか分かってない頃の話だから、私はもうエレクトーンがないとついていけないし、他の子はみんな持ってるから買ってほしいって一生懸命頼んでたんですけど、親はみたいな。それは今思えばねすごい高い買い物なので、そんな簡単に分かった分かったとならないのは当たり前だなと思うけど、お金の価値なんて当然分かっていなかったので、どうしても買ってほしくてごねてて、何年生の時なのかな、小3か小4のクリスマスの時に親が中古でエレクトーンを買ってくれたの
覚えてますね。多分お父さんとお母さんで高い買い物なんだけど、あの一生懸命すぐやめると思ったのが続いてるし、ないと練習についていけないみたいだからって相談して、じゃあ買ってあげましょうってことになったんだと思うけど、中古でも安い買い物じゃなかったでしょうね、親にとっては。まあ何円か知らないけどね。周りの子と比べてもスペック低かったけど、それでも今までさ、おもちゃのオルガンみたいなので練習してた私からしたら最高に嬉しかったですね。で、二段落ちみたいになっちゃうかもしれないけど、そこからまた時期が進んでいくにつれて、また練習に対してスペックが足りんわけよ、その買ってもらったエレクトーンが。で、先生からも言ってくれたのかな、ここから先まだ続けていくんだったら今のエレクトーンじゃちょっと練習に足りないと思いますみたいに言ってくれて、で親も相談してくれて、で私はその当時親が相談して買ってくれたんだと思ってたけど、どうやら後から聞くとね、あの両親で買ってくれたってお父さんは思ってるけど、実はお母さんが結婚前に貯めてた貯金から買ってくれたって聞きましたね。それが次買ったのが多分中学校入ってからなのかな、80万円ぐらいの買ってくれましたね、エレクトーン。それもクリスマスだったと思います。だいたいクリスマスとかにセールやってて、いつもよりは安く買えますよっていう。本当はその前からこのぐらいのスペックが必要ですよって言われてたやつは130万円ぐらいのエレクトーンだったんですよ。だけどそんなのとても買えるわけなく、私もその頃には100万円とか高いっていうのもちろん分かってたから、どうしようっていうのが子供ながらに思ってて、今のじゃあとてもついていけないけど、さすがに100万円以上はなーって思ってて、そしたらちょうどね、あのなんて言うんだろう、 iPhone SE みたいなやつ、あのスペックの割にお値段が安いモデルが出たんですよ。でそれがその80万円くらいのやつ、これだったらあの本当はこのくらいのスペックが欲しいんだけど、まあ今と比べては全然いいっていうスペックが出たので、それを買ってくれましたね。まあ親にとってはだいぶ大きな出費だったでしょうね。今の私だって自分が使うわけじゃないものに80万円とか出すのは勇気がいるな。まあその当時も嬉しかったし、私もね、親がね買ってよかったと思うぐらい使ったと思います。だいたいその時期は学校でも音楽やってたんで、ひとしきり学校で音楽やって帰って、で帰ってくるのが7時半とかなのかな。そこからご飯に呼ばれた時だけご飯を食べに行って、あとは1時とか11時過ぎとか、かなり遅くまで、お母さんがねこう肩叩いてきて、あのヘッドホンして練習してるんで、ちょっとお母さんたちも寝るからあんたも寝なさいみたいな、もうそう言われるまでもう何時間でも弾いてたんで、親も買った甲斐はあったなと思うぐらい使ったとは思うんですが、あの今思い出しても嬉しかったし、感謝してるものの一つかな。皆さんもそういう思い入れのあるもらい物とか、あとそうだ、人に送って喜ばれたものでしょう、クリスマスでしょう、なんだろうな、人にあげてクリスマスに喜ばれたもの、きっと振り返ればいろいろあるんだろうけど、印象に残ってるのは妹の子供に買ってあげたレゴのバケツですかね。もう今結構大きくなったんですけど、もう何年も何年も遊んでくれたのを覚えてますね。その当時妹からも自分の方から買い与えてなかったけど、もういつまでもそれで遊んでるって動画が送られてたくらい喜ばれましたね。あの親もあの想像力を育てるのかな、レゴって。親側も喜んでたし、そういういつまでも遊んでくれる姿見て、私も買ってあげてよかったなと思いました。あの結構大きなレゴのバケツみたいな、スターターキットみたいな買ってあげたので、他何あげたんだろう。でも基本的にね、人に物あげるの好きで、お金に余裕があればもっとたくさん人に何か送ったりするんですけど、これをあげたら喜ぶかなとか、あとお店にいても、あ、これ絶対何々ちゃん好きそうと思って物を見たりするのが好きなんですよ。人が喜んでくれることをするのが好きなので、きっと振り返ればもうちょっと人が喜んでくれたことあると思うんだけど、今すぐは思い出せないな。
そっか、このラジオ子供がいるような方も聞いたりしてるかもしれないから、今年サンタさんをやられた方、お財布が悲鳴を上げている方、お疲れ様でした。私は子供がいないのでサンタさんはしておりません。余裕がある年は妹の子供たちとか、あと地元の友達の子供たちにプレゼントを送ったりした年もあるんですけど、今年は、まあ、ここではね今話さないんですけど、あまりよろしくないことが立て続けに起こりまして、頻繁に実家に帰って出費をかなりしたので、今年はちょっとサンタさん業務はお休みかな。まあ、その子たちはもちろんこんなラジオ聞いてないんですけど、もう来年以降にサンタさんしますので、ぜひお待ちください。子供たち、お姉さん来年以降頑張らせていただきますので、お楽しみに。はい、では2つ目のお題、ラジオネームいかめし。2022年もあと少しで終わりますが、今年買って良かったものはありますか？私は活力鍋です。実家で使ってたのを見て欲しくなり、高かったのですがめっちゃ満足しております。活力鍋って何？ちょっと待って、まず活力鍋と検索してみますか。活力鍋とは、従来の圧力鍋より圧が高く、鍋内部が高温になるため、圧力鍋に勝る高速調理ができる鍋。あー、これって高圧鍋とも言いますか？それだったらね、私も何年前なんだろうな、7年前ぐらいに買ったんよ。東急ハンズにたまたまフラッと行ってたら、キッチンコーナーに紹介されてて、普通の圧力鍋よりもっと圧がグッとかかるから調理時間が早くて、まあ、単純に時短になるのと、ガスのお値段は一緒じゃん。その1時間ずっとガスをボーってやり続けて肉を柔らかくするのも、20分パーッと火をつけて高圧鍋でその1時間後のお肉になるのも一緒なガス代なわけよ。ってことはだよ、鍋さえ高いけど買えば、長い目で見ればガス代も節約になり、あと作る時間も節約になると。でその日はパンフレットだけもらって帰って、で家で読んでやっぱ欲しいと思ってアマゾンで買いました。私も持ってる。この説明見る限り一緒だと思う。これはね、私も買ってよかったなと思った。めっちゃいい。持ってない人がいたらおすすめだが、しかし高い。容量、鍋の大きさにもよるんだけど、私が買ったやつはね8000円ぐらいだったのかな。今もっと高くなってるかもね、時代も進んでるから。その当時でも高いと思った。だってさ、鍋 2,3,000円で売ってるくない？でかいやつ。その3,000円ぐらいの鍋より全然小さい鍋で8,000円ぐらいしたので高かったね。だけどそれは買ってめちゃくちゃ良かったな。カレーとかも15分ぐらい火をかけたら圧力を抜かないで置いとくんだよね。で時間が経つと自然とこう圧力が抜けてって、その自然と圧力が抜けるまでの間は火を切ってても熱は入って圧がかかり続けてるから、ガスをつけなくても余熱で調理ができるっていう風にパンフレットで書いてあって、だいぶ使いましたねそれ。カレーを作ったり、あとおでんもかなり早く大根とか柔らかくなる。あと煮込み料理ね、鶏肉とか角煮とか。で今でもちょっと年季入ってきたけど持ってます。全然壊れないっていうか、まあ全然調理はできるんで、もし料理される方でまだ持ってない方いたらおすすめです。高いけどまだ全然使えるし、鍋に8,000円、まあ1万円じゃん、1万円かって思ったけど買ってよかったなと思ってる。買ったんか。今これ活力鍋っていうんだね。私の時はね高圧鍋って書いてあった気がするんだけど、美味しくできる。で何だったっけ、今年買ってよかったもの。これね、私今年何買ったっけと思って、こんな話をするのは恥ずかしいんですけど、正直今年はかなりお金で苦労したので、そんなに娯楽というか自分がただ欲しくて買ったものってなんかあったっけと思って、髪の毛も春先に切ったっきり放置してるので、まあ、それはね伸ばしたいとか綺麗な髪にしたいのでしばらく染めるのやめようって思ったっていう理由もあるんですけど、金銭的な理由もあった。
ということで、私普段買い物ねほぼもうアマゾンしか使わないので、今年の購入履歴を遡りながらちょっとお話ししていこうかなと思います。2022年にして検索結果と今年か、あ、まず今年の1月7日にキル毛布買ってますね、6700円。これねズボンとセットになってるかと思ったらね上着だけだったのよ。着用動画ではお揃いの色のズボンを着てるのがあったので、きっとズボンもついてくるのかと思ったら上だけでした。で届いた時はがっかりしたんだけど、かなりあったかくて、ちなみに今も着てるんですよ。これは確実にこれから先も着ると思うので買ってよかったな。あとサプリとかはまあ飛ばしまして、入浴剤、これなんだ、カラコンか、これも大したことなかった。これなんだろう、何これ、なんだろうこれ、こんなの買ったっけっていうのがあるんだけど、スマホタブレットのなんだろう、わかった。あと1月27日にスマホスタンドを買ってます。その配信とかでも使えるような、これ今でもバリバリ使ってるね。これも買ってよかった。売り切れてて値段はわからん。あと2月7日にメイクも落とせる洗顔パスタロゼット買ってます。これあんまりめっちゃいいと思わなかったからリピートしなかったですね。うわ、なんか懲りてないな。今度は2月11日にロゼット洗顔パスタ高消肌、肌が荒れてる人用の買いました。これねよく口コミも見るからいいかなって思ったけど、あんま良くなかったな。あとは2月14日バレンタインだ、バレンタインに長谷園の業務用お茶漬け買ってるね。バレンタインにこれ買おうって思うのがお茶漬けとはな。でもこれ2回か3回リピートして買ってて、おすすめです。3種セットになってて、まあお茶漬けの海苔が50食入り、鮭が30食、梅が30食入って、なんと2400円。もう全部合わせて何回分だ、110回分か、110回分で2400円だよ。で小分けになってるからね。これ置いといたらパスタに絡めて和風パスタにしてもいいし、まあ、ご飯だけ炊いてささっと食べたい時もいいし、残りのご飯にかけてささっと食べるでもいいし、もう長く持つし安いし、常にだいたい常備してる。今もそこに入ってる。今年あんま使ってないけど、またなくなったら多分買います。これは買ってよかったものだし、みんなにおすすめ。あとはこの時一緒にオートミールも頼んでるね。これあんま使ってないな、リピートしてません。それから2月20日にタングルティーザーの串買ってるけど、今もそこに刺さってるけどあんま使ってないね。あとは化粧水シャンプーでしょ。あと3月14日にスイッチのソフトでジャストダンス頼んでるね。これね、運動不足を解消しようと思って頼んだんだけど、踊ったの3日目ぐらいまで全然やってへん、金ドブ。あとはね、猫のご飯とかトイレの砂とか買ってるでしょ。何買ったっけな、4月の終わりぐらいにやたらサプリ買ってるね。セントジョーンズワートとかチョコラ BB とか、あとはシャンプーとかでしょ。 Bluetooth イヤホン、まあこれあんま使ってない。もうね、なんだかんだ夏の間は、今年お家の契約更新したのでドバッと夏にお金が必要だったから、夏の間はね買い物全然してないですね。でそれでも秋になり、ここら辺から配信ちょっとずつ始めてて、11月1日にキャプチャーボードを買ってますね。これ毎回今配信の時に使ってる機材で、これは高かった、27,000円。高かったし、設定にかなり時間がかかって、最初はなんでこんなに苦労するようなもんを私は27,000円も出して買ったんだろうってなってたけど、まあ設定できてね、慣れちゃえば、ちょっとめんどくさいけどやろうと思えばこんなことができるよという幅が広がった機材ではありますので、まあ買ってよかったかな。あと11月7日に無印良品にてオーガニックコーヒーカフェインレス頼んでます。粉って書いてあったからさ、お湯に溶かすやつだと思ったらフィルターいるやつだった。フィルターいるやつでもねいいんですけどね、フィルター家にあるんで。だけどささっと飲みたいから、できたらお湯に溶かすやつが良かったな。はい、次が
11月20日もう結構最近になるね。ここで新しいマイク頼んでます。今まで使ってたマイク別に悪くなかったんですけど、さらに音声を良くしようと思ってマイクにオーディオインターフェースケーブル買いました。マイクがねいくらだったっけな、マイクは1万2000円くらいだね。前使ってたやつもね、同じような価格帯だったと思うけど、まあ、本当は5万円ぐらいのが欲しかったんですけど、ちょっとそれは贅沢すぎるということで諦めた。あとオーディオインターフェースはいくらだったっけな、オーディオインターフェースは1万8000円くらい。ゲームの音もだいたい流れてるからね、みんなそんなに音声が良くなったと感じることはないかもしれないけど、一応良くなっていると。あとこの前実家帰る時にキャリーケース買いました、猫を連れていくための。やっぱ急だとペットホテルが空いてないし、まあ、しょうがなく連れて帰ろうと思って、で前まで使ってたやつはねもう結構ボロくなってたから思い切って買ったんですよね。でこれがなんか宇宙船みたいな丸い窓がついてて、猫が顔を出して外見れるようになってるんですよ。で可愛さに惹かれて買ったんだけど、案外当たりでした。今まで猫をキャリーケースに入れて連れて歩こうとするとめっちゃ泣いてたの。多分落ち着かないとか不安とかだと思うんですけど、もうこの丸い窓があると私の顔を見に来ることができるじゃないですか。だからなのか知らないけど、最初は泣いてたけど少ししたら静かになってくれて、今まではねただただ窓もついてなくて暗い感じのカゴに入れて動物病院とか連れてってたので、なんなら気になるんだったら外も見れるよっていう形にしたからなのか、今回はね最初の少しの間は泣いてたけどその後ずっと静かにしてくれていたので当たりだったなと思った。ということで振り返ってみると、今年のでかい出費は配信に関するものなのかな。マイク、ケーブル、オーディオインターフェース、あとは S さんにお願いしてチャンネルで使うようなイラストを優勝でお願いしたりとか、そういう自分が生活に役に立つような出費っていうのは今年はこうやって振り返ってみてもないですね。カラコン、サプリ、猫の餌、トイレの砂など以外は今全部読み上げたんですけど、買い物ってこんなもん。だから今年あんまり贅沢しなかったな。皆さんは今年何か大きい買い物したでしょうか。まあ大きくなくてもいいんだけどね、今年買ってよかったなっていうものがもしあればコメント欄などで紹介してください。今年はちょっとねお財布事情が辛かったんですけど、来年以降おすすめのものがあったら参考に買い物したいと思いますので、ぜひぜひコメント欄に残してってください。はい、では今日はクリスマスということでいつもより尺を長めにお送りしておりますので、とっくに日付は変わっている頃だと思いますが、皆さん今週はどんな1週間だったでしょうか。いいこともありましたでしょうか。あったよね、クリスマスなんだから。もし恋人がいなくても家族と過ごさなくても、クリスマス時期はね美味しい食べ物とかケーキとかスイーツも出回ってるので、一人でもきっと楽しい日を過ごしたんじゃないでしょうか。私はね、まあ、ちょっともう少し心の中が落ち着いたら少し語りたいこともあるんですが、今週はいろいろとありました。もうこちらに戻っておりますので、徐々に配信なども復活して元気にやっていけたらいいなと思います。今年ねもう一回くらいラジオを上げる時があるのかな。いやないな、まあ、今年1年間を振り返るようなことを語る動画作りたかったけど、もう十分今日長いよな。うわどうしよう、新年明けてからやるわ。次の新年のラジオでは2022年を振り返るような内容をやっていきたいと思います。本当はもうね12月が目まぐるしすぎて、もう1回ぐらい年内に日曜日あるかと思ってた。私の勘違いでした。もうクリスマスにね、まあね今年は本当にいろいろありすぎて、いいことがなかったわけじゃないんですけど、クリスマスにあんまり暗い話をしたくないのでね、今日は今年を振り返るのはやめておこうと思います。はい、で今年も残すところあと1週間ぐらいなのかなになっちゃいましたが、クリスマスが終わったらねあっという間に年末年始ムードに世の中はなっていくと思いますが、一日でもね楽しくみんながやっていけるように、私も楽しく過ごしていけるようにマイペースに頑張っていこうと思いますので、今週も1週間頑張りましょう。おっと、ここで編集中の私が割り込みいたします。
ちょっと話に夢中になりすぎて忘れてたんですけど、こちらのラジオでは、相談質問要望などなど何でも概要欄の URL より受け付けておりますので、気軽に何でも送ってください。匿名で送ることできます。あと水曜日と土曜日は配信もしておりますので、気が向いた方は遊びに来てコメントなどもしてください。一応ね、お正月とかいつもより違うこんな感じに長い動画とか、いつもと違うゲームとかなんかしたいなっていう計画はあるんですけど、なんせちょっとイレギュラーなことが今月は起きすぎて今のところ何もできておりませんので、できるかどうかわかんないけど、もしかしたらいつもと変わったことができるかもしれないので、よろしければ楽しみに待っててください。たまにはこういう長い動画いかがでしたでしょうか。楽しかったよ。たまにはこういうのもやってねって思ってくださった方がいれば、いいねボタンやコメントなどよろしくお願いします。ではまた来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。